天空のハーモニー、ポケットモンスターエメラルドを実況プレイ。皆さんほぼ日番はラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はルネシティからキナギシティ、キナギタウン、どっちだっけ、どっちかに行って町探索をスタート、空の柱に行きました。で、空の柱で眠っていたレクーザを目覚めさせ、ルネシティでの混乱をレクーザに収めてもらったというところで終わったと思います。で、何をしようかなと思ったんですけど、その物語の続き的に青霧さんと松伏さんが送り火山に行ったのかもなっていう話を聞いたので、送り火山にやってまいりました。いましたね。あ、びっくりした。スルーされるのかと思った。翡翠。え？名前を呼ばれただけですか？2つの玉を奪った男たちが自ら返しに来るとは。あの2人、案外悪いやつではないのかもな。そう、だからなんかそのね、騒動を止めようとしてた、なんか責任放棄するわけでもなく自分たちで止めようとしたところから、そんなに悪い人じゃないかなとは思うんだけど。公園に残された言い伝えを語り継ぐのが私の役目。そして今ルネで起こった事件は幕を閉じ、言い伝えはまた塗り替えられた。新たな本園の言い伝えを聞いていきなされ。はい。遠い遠い大昔のこと、世界では陸と海のポケモンが激しい戦いを繰り広げていた。陸のポケモンは大地を盛り上げ地面を広げ、海のポケモンは荒波を起こして海を広げた。2匹の戦いは終わることなく、この世界は燃え盛る炎と吹き荒れる嵐で埋め尽くされた。その時、嵐の中から舞い降りてきたのが大空のポケモン。その緑に輝くポケモンは2匹の怒りを鎮めると、またどこかへと飛び去っていった。どこか遠い空の彼方へ。はい、昔話というよりなんか本当に最新の話に書き換わりましたみたいな感じですね。はい、で松伏さんがなんか名前呼んでたのは何だったでしょう。あれ、あの2人とのストーリーってまだありましたっけ。ちょっと残念ながらあんまり覚えてないんですが、はい、ここでルネシティへ戻ってルネの町探索しようかなと思います。あれ、まだそっち側行けないの。何何何、あの緑のポケモン何。もう確かに町の人から見たらまた新しいの来たと思ったら静まったみたいな感じだもんね。え、あの空から降りてきたポケモンを連れてきたのってあなたなの。へえ、やるじゃない。あ、ありがとうございます。ポケセンの中の人って話聞いたっけ。あれ、どんな時でもどんなことがあっても私ポケモンと友達でいるわ。だってポケモンと一緒だとすごく楽しいもの。いや、いいなぁ、羨ましい本当に羨ましい。ああ、ルネのジムリー、ルネシティのジムリーダーってすっごく素敵だから、ライバルがいっぱいなのよね。この私が捨て身でぶつかってもダメだったわ。ねえ、あなた、せっかくだからこの私の直伝の捨て身タックル、あなたのポケモンに教えさせてよ。捨て身タックルってどんな感じの技だったっけ。多分反動食らう系の技なんで、ちょっとシルバちゃんに見てみてもらって、命をかけて敵に体当たり、自分も少しダメージを受ける。あ、え、これ突進の代わりでいいじゃん。あ、いいねいいねいいね。じゃあシルバちゃんに覚えてもらって、よーし、強くなった。もういいわ、私も恋を捨てて強い女になってやるいいと思う、強い女の人は私は好きだ。この町のジムリーダーは方園地方でも一番と噂の実力者、ミクリにポケモン勝負の手ほどきをした人物がやっているのだ。しかしそんなミクリの師匠よりも強いと言われる四天王、その強さはどれほどのものだろう。いや、いよいよなんかポケモンリーグが近づいてきたって感じするな。なんか緊張する、今から緊張するどうしよう、ジム戦やるかどうかはわからないけど、舞茸ちょっと連れて行こうかな。なんかさ、それこそいよいよなんだ、ジム戦が近くなってきてるので、あ、せっ
せっかく捨て身タックル覚えてもらったのにちょっとごめんね、相性的にお留守番だ、シルバちゃん。そうで、せっかくさ、結構10匹ぐらいか今のところレベルをそれなりに上げて育ててきたので、なんかその中から6匹だけ選んでいくのすごく嫌なんだけど悲しい、全員連れてきて、すげー大迫力だった、なんか映画みたいだったって感じだね。3匹目の大きなポケモンが空から降りてきた時にはもうどうなることかと思ったわ。確かにそうだわ。でしかもさ、このジム戦に向かうときさ、絶対波乗りが必要だから水タイプのポケモン1匹は入れないといけないっていうね、相性的にはそんなによろしくないと思うんだけど、まあまあまあ、ここ普通に水上で敵が出てくるのね。あ、すごい釣り竿やってみればよかった、すぐ忘れちゃう。赤いポケモンと青いポケモンどっちが勝つのかと思ったら緑のポケモンかよ。こりゃ大どんでん返しだ楽しかっただろうなこの人。ルネシティ壊れないで済んだよ、よかったね。ポケモンの戦いによって陸地と海が作られたという大昔からの言い伝えが今この町で再現された。うおー、こんなすごいものをこの目で見られたなんて、なんかあれ、小説とかさ日記とかにしたためておいたらどう。綺麗なポケモンを空から降りてきた。あ、すごいね、レッグーザどっちかっていうとかっこいい感じだけど、まあ、確かにあんな五光みたいなのに照らされて降りてきたら綺麗だなーって思うかもね空から来たポケモンが暴れていた2匹をおとなしくさせちゃった。いやー、本当にレッグーザのあの鳴き声になんか鎮静効果みたいのがあるのかなルネと外の世界をつなぐ洞窟、まるで何かをここから出さないように作られたみたいだわ。あー、考えすぎかしら。そうかもしれないね。ただ何を出さないようにしてんのかわかんないけど、海底にあったも火山が噴火して海の上まで盛り上がる。そして噴火口に雨が溜まってできたのがこのルネシティなんだよ。なんか特殊な町だよね。あ、ルネシティもそういえばなんか印象深いかも。それこそダイビング使わないとなんか、なんだろう、絶海のこと、陸のこと、なんかちょっと違う気もするけどね、行けない場所だから不思議な街よな。あなたポケモントレーナーね。ルネシティのアダン様はお弟子さんのミクリ様よりさらにたくさんのファンがいるのよ。あなたにファンはいるのかしら。いや、わかんないっすまあ少しはいるかもねじゃあ結構強いのね。なんか心が痛くなってきた。熱心なファンは方園以外の地域からもやってくるの。私が水面のトレーナーファンクラブに行った時もとってもすごかったもの。やっぱね、ジムリーダーとか有名な強いトレーナーにはファンがつくものなんですね。このルネシティと送り火山は何かの関係があるらしい。昔いた研究所でそんなことを友達と調べていたよ。ああ、面白そう。考古学じゃないけど、そういうの。お兄ちゃん昔海の研究をしてたんだ。へえ、なんかもうちょっと詳しく聞きたいところではありますね。あ、ちょっと待って、私、あ、そっか。はい。意図せず、いいえの方の答えも聞きましたから、そっかそっか、こっちから来たんだった。もうすーぐ忘れちゃうからダメだ。お、カクレオンと人か。ルネシティにこもること30年。わしが編み出した必殺の技マシン、お前に譲ろう。なんだろう。ありがとう。技マシン31は瓦割り。説明するのも恐ろしい技よ、説明してくれよと思うけど、これかなり嬉しい。ちょっとそろそろザクロに格闘技を覚えてほしいなと思ってたので、なんだっけ、気合パンチ、あれ爆裂パンチ、どっちだっけ、あの教えてくれる人いたじゃないですか。覚えさせようか迷ってたんですけど、瓦割りの方がね命中が100なので、覚えてもらおう。甘いたけ
も覚えてもらえるけど、スカイアッパー覚えてもらったばかりなんで。やったねー、ザクロー。やっと格闘技だよ、使いやすいやつ。ここはもうそろそろ気合いだめかな。もうフルアタでいきましょう、フルアタで。電光石火意外と使えるときあるからね。よし、いいねー。ようやっと格闘タイプらしくなった。まあ私のせいかもしれないんだけどさ、二度蹴りを覚えられなかったの。ほんとなんで気づかなかったんだろう。全く覚えてないな。動画を見直さなきゃ。え、どっかで私 B ボタンでキャンセルしてたのかな。おお、目覚めた2匹のあら争いをもう1匹の目覚めが沈めた。あ、この奥はもう行けないんだ。まあいいんですけどね。じゃあどうしよう。ちょっと前回のジム戦から大してレベルが上がってないんですけど、ジム戦行ってみる？なんか相性的には悪くないけどすごい怖いんだよな。メガじゃない、ギガドレイン覚える？でも BB5 しかないんだよ。まいたけどうする？でもメガドレイン弱いんだよね。ギガドレイン行く？浮き葉ちゃん迷うんだけどな。でも草タイプって言ったらなんかやっぱマイタケの方がイメージあるからな。ギガドレイン行くか。マイタケ行っちゃおう。なんかあれ、ソーラービームとかを覚えてほしい、ウキハちゃんには。ただ天気的には雨の方がいいんだよね、ウキハちゃん。雨受け皿だし。いやー、うまくいかないもんだな。まあまあまあいいや。よし、頼もう。やっていくか。元気しとうや、チャンピオンを目指す翡翠。ルネシティのジムリーダーアダンは水タイプポケモンを使いこなす。そしてアダンがいるところまでは氷の床が行く手を遮る。ごめんな、君に教えてあげられるのはここまでなんだ。あとは自分で気張ってくれ、優しい。はい、でこの床は1回ずつね、言ってましたが、踏んでいくと道が開けるんですが、2回踏むとこんな風に崩れるので、はい、で下にはトレーナーが待ち受けていると。ジムリーダーアダン様に教えてもらった華麗なテクニックを見せてあげる。で多分これ全部落ちないでクリアすれば、多分ジムリーダーじゃなくてジムトレーナーと戦わずに、トレーナーじゃない、もうアダンさんと多分戦うことができるんですけど、戦闘入れ替えるの忘れた。ちょっとミナモちゃんでどこまでやれるか確かめてみたい。はい、でそうアダンさんと戦えるんですけど、私はレベル上げもしたいので強っ、はい。わざと落ちながら行って戦っていきたいと思います。ラブカスの特防が低いのかな、ミナモちゃんの特防が高いのかわかんないですけど、結構あの効果を今一つでもガンガン削ってくれますね、強っ。いやーすごいわ。いいね、レベルも上がりました。今回シルバちゃん連れてきてないので学習装置の出番はありません。どうしようかな。持ち物、今ナルカミがあれを持ってるんですよ、お守り小判を。あ、でもそんなにこだわる必要はないかな。まあレベル上げ目的でこの2人を先頭で、そろそろスバローも普通にレベル上げしたいな。お姉さんが勝負の厳しさいろいろと教えてあげちゃおうかな。お、大人なお姉さんだ。本当ポケモンシリーズの大人なお姉さん、デザインいろいろあるけどさ、可愛いよね。メロメロになるのもわかるわ。あ、
そういえば10万ボルト誰かに覚えさせてもいいかもね。副校が高い子にできれば覚えさせたい。いやー、ジタバタ。なんかジタバタとガムシャラが私の中で結構ごっちゃになりやすくて、ジタバタってあれですっけ、状態異常の時に強くなる技だっけ、それともなんか体力が少ないほど強い技だっけ、ちょっと分かんなくなっちゃった。普段自分が使わないからさ10万ボルトは誰が覚えられるのかな。ナルカミとココロちゃんですね。まあ今はいいや。で、冷凍ビームをミナモちゃんに覚えさせたいなとは思っているのですが、ひとまず様子見で、今すぐ必要なわけではないのでね。よいしょ。まあここまでは簡単ですよ。まあどうせ一回落ちるんですけどね。まあでもこの辺はどうやって行くかを移しつつみたいなところもあるので、今回はクリアしてそのまんままた落ちてっていうのを繰り返してやっていきたいと思います。すっごく珍しいポケモンちゃんで戦ってあげてもいいわよ。いいね。なんかトクサネシティの方ほぼほぼカットしちゃったから、こっちもカットしてもいいかもしれない。なんかバランスが悪くなっちゃうんだけど申し訳ないな。ひとまず喋ってるから映してるかもわかんないし、カットしてるかもわかんないですが、ちょっとギガドレインやってみるか。そしてしれっと相手にインバスが出てきてますね。おおいいね、持ってく。お、次はインバス。この大好きクラブのミネコさんも私と同じ場所でインバスを釣り上げたんでしょうかでもあれだね、2匹とも進化させたらめちゃめちゃ強くなりそう。あ、水の波動だ。まあでもマイタケにはそんなに効かないですよ。ギガドレイに言うて一発では落とせない。まあでもマイタケは物理攻撃タイプなんで仕方ない部分もあるな。よしよしよし、いい感じ。でも普通に頭突きで半分ちょい、半分弱は削れると思うのでいいね。ちょっと待って、スカイアッパーやってみるか。ココロちゃんの方が早いけど、一発で落とせなかったらスカイアッパーが見れるはず。 OK、 大丈夫かな。わあ、救助怖かったお、いいね、ずれらん、かっこいいわ。このスカイアッパーね、相手が空を飛ぶで空に上空にいても当たるっていう技で、結構トリッキーな感じですよね。はい、まあ多分空を飛ぶポケモンは飛行タイプが多いと思うので、そんなに効果抜群ってわけではないと思うんですが、基本的にね、まあでも一旦攻撃食らわないところを食らわせられるのは結構大きいと思う。よいしょ。ちょっとココロちゃん回復した方がいいかなとも思うんですが、このままやっていきたいで、こんな風に多分行くんだよっていうのをお見せしてから、2回目回復してから来るときはもう全カットできます。はい、奥に見えますのがジムリーダーですが、ひとまずさよなら。ではでは戦っていきますかね。ヘイガニってさ、出てきたことあったっけ。なんか出てきたことない気するんだけど。はい、ヘイガニですヘイガニはあれだね、アニポケのサトシのポケモンとして登場してたと思うんですけど、あの子の癖が強くてさいや私は好きだったんだけどね、なんかすごい、なんだろう、陽キャ陽キャな感じがするヘイガニ好きだったわ。ちょっと喧嘩っ早い感じもしてね、キャラが立ってるよねアニポケのポケモンは。
と思いますわ。でね、スバローにあの王者の印を持たせてるんですけどちょっと切り替えがえぐいな。はい、あの王者の印を持たせてて何回か今戦闘してるんですけどね、結構ねひるみの確率が良かったりします。うん、ちょっと今ピンチではありますが、今んとこ 2,3 回ぐらいもう相手をひるませてくれてるので結構いいんじゃないかなと思ってます。スバロー素早いのでやっぱりね、先制できる子にはひるみがあると強いね。はい、で残すところこの方あと1人なので戦って、ジムリーダー戦いきたいと思います。はい、やってまいりました。回復してね戻ってまいりましたが、ついでに思いついたので、吹雪、雷、大文字などを買ってまいりました。で雷を早速使いたいと思います。もしかしたらレベルアップで覚えるかもしれないんですがね、もうせっかく変えるので雷の技マシンはいつでも、なので鍵分けるを雷に変えていきたいと思います。もしかしたらねジムリーダーっていうか水タイプのジムなので、向こうがね雨乞いとかを使ってくれれば雷は 100% 当たるので、はい、よし、これでだいぶ鳴神をねジムリーダーの目の前で強化するということを行いながらかかっていきたいと思います。いやちょっと緊張するな、大丈夫かな。はい、では行きましょう。ユウは知っていますか。ミクリにポケモンを教えたのは何を隠そうこのアダン、すなわち私だということを。一度はジムリーダーから身を引き、このジムも彼に任せていましたが、ちょっとしたリーズ、まさかのルーゴすなわち理由ができましてね、もう一度カムバックしたのです。おっと、おしゃべりはこれくらいにして、そろそろ勝負を始めましょう。さあ存分にご覧なさい、私とポケモンが織りなす水のイリュージョンを。来ました。いやちょっと待って、本園地方最後のジム戦ですよ。ちょっと心構えをまだできてないんですけど、はい、やってきました。ジムリーダーのアダンさん、ダンディーな方ですね。はい、初手ラブカスですね。初っ端からレベルが高うございますな。ちょっとビビっておりますでも一応ね、回復アイテムもうち買ってきてあるので、結構いや混乱やめてくれよ、買ってきてあるので大丈夫だとは信じたい。あ、いいね、ラブカスあたりにすごい傷薬を使ってくれるのは、ていうか傷薬系を早めに消費してくれるのはありがたいかも。なるかみー頼むよなるかみ。あ、できるわこの子、できるわこの男、いいですね。水の波動がどれくらい効くかだな。ちょっと、あ、いい感じじゃん。まあでもラッカスそんなに攻撃力高いイメージないからな。 OK、 最初は大丈夫ですね。ナマズ、ナマズはもうこりゃマイタケの出番ですわ。草タイプ覚えさせてよかった。ギガドレイン、地震とかね、本当に地面タイプにいや弱い子が多かったので、うちのパーティーは、大事を取って宿り木の種を撒いていきましょう。安心と安全の宿り木の種でございます。相手に植えられたらすごい厄介なんだけど、味方が埋める分にはだいぶありがたい。いいねいいね。ナマズンさちょっと目がいってないどっかあ、思い出した、私ナマズンだったかドジョッチも色違い捕まえたことあります。このシリーズだったかな、なんかのシリーズで捕まえたことあります。うん、どっかのなんか水辺で釣りしてたら釣れた記憶が曖昧すぎる。これ傷薬使ってくるかな、使ってくると、あ、使ってこない。まあでも草タイプの技ギガドレインの温存ということで。トドグラーか、トドグラーは、あ、ちょっとマイタケに頼んでみようか。はい、実は見た目でわかるかもだけど玉ざらしの進化系なんですよね。
で、玉ざらしが水氷タイプで、その進化系ももちろんあの氷タイプが入っているのでスカイアッパーが効くんじゃないかと思うのですが、まあ舞茸も氷技は効果抜群なのでちょっと怖いところではある。いや持ってく舞茸、え、ちょっと待って、生きてたご存命でいらっしゃった。あー怖い怖い。これ回復ありだと踏んでギガ、あ、え、してこない。最後にかけてくるか、迷うとこだな。とりあえず舞茸が踏ん張ってくれてありがとう。キングドラ、ちょっと待って、キングドラに抜群の子はいないぞ。こんな時のスバロー、そうか、え、最後？最後じゃないね、切り札かな。ちょ、レベル高すぎない？アヤダンさん多分切り札だな。あ、ちょっと待って、しかも雨降ってない。うわっ、うわい、スバロー耐えろ。耐えないか、ありがとうスバロー。しょうがない、これは効果抜群だもんな。ちょっと鳴神いけるかな。雨降ってる？え、ちょっと、雷にかけてたのに。いやでも電磁波入れてこう、電磁波入れて確実に麻痺入れていく。うわー影分身めんどくさいな。雷当ててほしいな。なるかみ、あーダメか、積んでくるね影分身。いやでも心ちゃんが電撃波を覚えてるので当てられるは当てられる。うー積んでくるな、やめてほしい。そろそろ麻痺発動してくれ、お願い。そんな中当てていくなるかみ、かっこいい。どれくらい削れる？あーまあ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 よ、うん、まあよ。どうしよう、スパークでもうちょっと当たりやすい技で確実に、いやもうそんな戦い方しない、雷でレッドビームか。これがどれくらい食らうかなんだよな、本当に。うー急所、しょうがないしょうがない。これはこんな時の舞茸、ちょっとレートビームやってこられそうな気もするんだけど、宿り木、あ、ちょっと、あ、すごい影分身積まれてたからワンチャン当たらないかと思ったの。舞茸ありがとう、すごいよ。あー、やる子だわ、安心と信頼の舞茸、そして宿り木の種。安心と安全っつったねさっきね相手からしたら何も安全ではないね。 でもこれ回復の薬とかやられたらちょっと嫌なんで、いやこっちも瞑想で積んでいこう、積んで積んでこっちのあれを上げまくって、いいね、上げまくって上げまくって火力で押し切る。どうよこの作戦。まあでもタイプ相性的にこっちが結構有利だから。うわー眠る、くそー、そうかー、やるじゃん。そしてカゴの実とかんですね、やるやん。よかった、舞茸に宿り木植えてもらって。これもうちょっと積んでく。これちゃん特防高いので、いやマジか、特防高いのでとか言っててガンガン食らいますやん。じゃあもうちょっと積んでいたい急所、次急所当たんない、当たんないでしょ、瞑想も積んでるし。 OK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 、 これで次のターンあたりで一旦回復して電撃波かサイコキネシスか迷うところですね。サイコキネシスにしようか。いや回復しな、回復せずに行ってみる。これ
それで9勝勝つわけもわからずとかなったら怖いけど、なかなか当たらないのよな。そうよな、掛け分身積まれてんだもんな。電撃波の方がいいか迷うところだけど、ここはうっ、レッドビン怖い。あ、全然食らいませんね。そして当てていく、持っていく、かっこいい。瞑想忘れさせないでおいてよかった。シザリガー、おっと、これはマイタケのスカイアッパーが欲しかったところだが、ちょっとザクロのさ、瓦割りも見たいんだよね。でもココロちゃんが今めっちゃ瞑想で積んでるので、これももったいないから、ただシザリガー、あの ザリガニじゃなくて、なんだっけ、ヘイガニヘイガニの進化系なんですけど、申し訳ない、ヘイガニさん、はい、ヘイガニの進化系なんですけど、アクタイプが入ってるので、ちょっとココロちゃんも相性が心配ですが、先制攻撃で仕掛けていく。削り切れる、かっこいいザクロが出るまでもなかったということで、はい、チームリーダーのアダンとの勝負に勝った。タハハハハ、 You are winner、 すなわち私の負けです。 You には誰にも負けない才能のきらめきが感じられます。いや、もう本当にポケモンたちが頑張ってくれた。しかし私はミクリに比べるとちょっと華やかさが足りませんな。うるさいです。私の服でも貸してあげましょうか。大丈夫です、ハハハ、ジョークですよ。 You には服の代わりにこのレインバッジを差し上げましょう。やったー、翡翠はアダンからレインバッジをもらった。レインバッジを持っていると全てのポケモンがユウに対して素直になるでしょう。激しく流れる滝も秘伝技滝登りを使って登れるようにしてくれます。それから私との勝負を忘れないようにこれを、アザマシン3、水の波動とかかな。おー、当てた。ユウに渡したそのまず、まあ、アザマシン、中身は水の波動、使うと時折超音波で相手を混乱させるのです。お、登録しましたよ。これで8個の、ジムバッジを無事集め、ポケモンリーグへの挑戦権を得たわけですが、本当に頑張ったみんな。いや、頑張った、ありがとうな。ちょっとザクロの瓦割りも見たかったけど、うん、ザクロもうちょっと本当に活躍させてあげたいな。よし、ああこの事務戦が終わるまでダイゴさんもミクリさんも待っててくれないっていうね、ちょっとした物悲しいところがありますが、まあ無事に事務戦を終えたということで、今回は終わりにしたいなと思います。そんで滝登りを使って行けるところがいくつか、まああるんですが、多分ポケモンリーグに行くの時にも滝登りを使って行かなきゃいけないんですが、その前に寄りたいところがあるので、そっちに寄っていこうかなとも思います。空の柱も行こうかどうかちょっと迷っているところですね。はい、ひとまずはここまでです。はい、今回もちょっとバトルでだいぶテンションが上がりました。私は個人的にすごい楽しかったです。はい、今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。